今回かなりヤバいからね、ガチで。歴史大好きプロデューサー天下取太郎、このライブで打ち出してるのはね、世の中のイメージとは違う偉人たちの実話というネタ、つまりね、みんなが知らない顔なわけ。どう、面白そうでしょ。貴様の髭つばめ返し、もはや見切った。あいつ前代未聞の歴史エンターテインメント、歴ためライブ。舞台上では偉人たちの知られざるエピソードが次々に明かされていった。そして第2弾の開催がついに決定。おはようございます。はい、おはよう。よろしくお願いします。先日極秘裏に行われたオーディションの様子を少しだけお見せいたしましょう。お願いします。失礼します。エントリーナンバー1、幕末のアイドル剣士沖田総司。相手をベロベロに酔わせて襲ったり、あ、しかもこれ同じ新選組の大使だったりします。怖いね。なんだそれ、なんでそんなことするんだい。権力争いっていうか、そもそも刀で切った人数身内の方が多かったりしますね。超怖いんだけど。なんかサイコっぽいっすね。いやいや、大丈夫。大丈夫です。大丈夫じゃないのよ。幕末の天才剣士はもし合格しても歴ためライブの会場までたどり着くことができるのか。続いては、ランマル、ドア開け。はっ。エントリーナンバー2、戦国のキングオブキング、織田信長。そもそもな、お前まだ合格してないからな。いやいや、うちの信長が不合格なんてありえないでしょ。そりゃそうだよ、お前。なんて言ったってうちの信長は第六天魔王でよ。何言ってんだ、お前ら中二病だろ。戦国時代を治めた信長が歴ためライブでまさかの下克上に遭ってしまうのか。そして、おいどんが西郷隆盛でごわす。エントリーナンバー3、明治維新の MVP 西郷隆盛。おいどんは実は隆盛って名前じゃないんです。いや、これにはわけがあって。可愛い子だろ。めちゃめちゃ可愛いですね。こないだコンパで出会った、聞いておるでごわすか。聞いてないよ。西郷どんピーチ。たとえ有名人であっても容赦ない歴ためオーディション、西郷どん巻き返しなるか。歴ためライブ第2弾は7月27日から29日の3日間、東京代々木山のホールで開催。チケット好評発売中。歴ためライブ出演権を勝ち取るのは果たして誰か。偉人たちのオーディションはまだまだ続く。次週、乞うご期待。